迎えた後半27分でした。こぼれ球、ディフェンダー牧野、この位置まで上がって拾うと、そのまま佐藤久人へ、折り返しを再び牧野がゴール。牧野の今シーズン初ゴールで1対0、決勝点を奪います。そしてこれが牧野智章2010年版ゴールパフォーマンス、そして空いたスペースに走り込んで自らが決める、スーパーなゴールですね。紫のサポーターが湧いてレッツのスタンド静まり返りました。阿部浦和戦でも12年ぶりの勝利です。ここね、パスがエジミズサの選手のところに通るところにインターセプト本当はできるんですけども、うん、ここで止まってるんですよね。もしかしたらインターセプトするところで入れ替わるかもしれない、はい、そのリスクを考えると次のチャンスを狙ってディフェンスをしたという。フリーキック、さあキッカーは森崎浩二か牧野か。牧野が豪快にゴールに沈めます。1対0先制点。吉田さん、まさに豪快なフリーキックですね。素晴らしいね、本当に素晴らしいゴールでしたよね。本当ディフェンダーなんですけども、はい、得点感覚は抜群ですよね。ここしかないというところをね、隙間を縫うように入ってますよね。スーパーゴールだと思います、うん、まさに DFW の仕事ですね。何度見ても美しいですね。この壁に当たってるんですよね、はいはい、それを浩二選手がこの動かすことによって50センチの隙間が生まれて、なるほど、そこを通していると。一方の広島は20分、牧野が左サイドから仕掛けてクロス、飛び込んだのは李忠成。前節移籍後初ゴールを決めた李、怪我で長期離脱の佐藤久人の穴を埋めて余りある2試合連続のゴール。ホームの広島が先制します。12分ゴール前セットプレーのチャンスに日本代表牧野、前回のホームでの対戦に続きこの日もフリーキックを決めた牧野。そしてパフォーマンスはだるまさんが転んだ。下りはさらに58分、牧野のクロスに滑り込んでこの日2点目。離脱中の佐藤久人の穴を埋めて余りある大活躍でスコアを3対0とします。